ドームです。加賀対海洋、この試合の模様をお送りいたします。加賀の先発は右の唐島、海洋の先発は右の池、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。まずは1回の表、トップバッターは土屋。第1球投げた、アウトコース低め、ボール。第2球投げた、逆らわずに右へ、ファール。第3球を投げました、スライダー空振り、タイミング合いません。さあ4球目打ちました、三遊間ライナー破っていった、土屋いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。ファーストランナーをちらっと見て、初球ストライクから。第2球インロー際どい球、ボール。これはわずかに外れています。カウントワンボールワンストライク。一塁牽制、一塁タッチセーフ、投げました、ストライク。アウトコース厳しいところ、追い込んでいます。第4球を土屋走った、三振、ボールを二塁へ送った、タッチしてアウト、盗塁失敗に終わりました。第1球投げました、打ちました、初球打ち、ファールボール。第2球投げました、低め見送ってストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げました、ボール、はっきりしたボール球、カウントワンボールツーストライク。第4球を投げた、完全に外れた、ボール。これは完全なボール球、カウントはツーボールツーストライク。次が5球目、投げた、見送ってボール、ボールカウントスリーボールツーストライク。第6球を投げた、内側いっぱい、見逃し三振、内側いっぱいに決まった。海洋2者連続三振に打ち取られました。海洋無得点で終了です。1回の裏、加賀攻撃に入ります。先頭バッターは柴田、投げた、初球を打ちました、打球はセンター浅いところ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者前澤、初球はストライク。第2球投げた、高速シュート空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、打った、レフトへの当たり、レフト前に出る、ヒット、前澤ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。肩越しにランナー見た、投げました、打ったに当たりだ、打球は右中間に上がっている、ワンバウンドヒットになった、センターからセカンドへ、吉井ツーベースヒットを放ちました。海洋先制のピンチを迎えます。ワンアウトランナー二塁三塁となりまして、初球を打った、ボテボテのショートゴロ、アウト、これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。1球目ストレート空振り、タイミング合いません。第2球投げました、見送ってボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、低め決まってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次は4球目投げました、高速シュート、ボール、わずかに外れました、カウントツーボールツーストライクです。第5球投げた、高め、空振り三振。1回が終了しまして、海洋大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。2回の表、海洋攻撃に入ります。トップバッターは徳島、初球空振りから、2球目ストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、146キロ直球、空振り三振、徳島全くタイミングが合いません。バッターは5番マミヤ、第1球投げた、スライダーはボール。第2球投げた、見送ってストライク。投球はこれから3球目、外を際どい、ボール、カウントは2ボール1ストライク。さあ4球目、ボール、ギリギリのところ、カウントは3ボール1ストライクです。第5球投げた、外れました、フォアボールです。バッターは DH の根岸、投げました、インサイド決まってストライク。第2球ストレート見送ってストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。一塁へ一つ牽制球を送りました、追い込んで
投げました。膝元、空振り三振。辛島、ナイスピッチング。投げました。初球空振り。第2球、投げました。打ちました。ライトの右、ヒット。ライトバックホーム。橋尾、いいバッティングを見せました。香川、先制のピンチを迎えます。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。あっと引っ掛けた。村中、バックしていった。取ってアウト。スリーアウト、チェンジ。結局ランナー2人残塁。2回の表が終わって0対0。海洋、この回チャンスを生かせませんでした。2回の裏、香が攻撃に入ります。この回の先頭バッターは福谷。第9ボール。投げました。直球ストライク。インハイへ。第3球を投げた。変化球ストライク。インローへ。追い込んでいます。追い込んでから第4球を投げた。打った。センターへのフライだ。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番松本。第9投げた。ストライク。アイスクリームはいかがでしょう。第2球投げた。打ちました。センターへ持っていった。ヒットになります。松本、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチセーフ。投げた。決まってストライク。まずは決めてきました。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。投げました。アウトコース高め、ボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。決まった。ストライク。1ボール2ストライク。追い込んでいます。追い込んで投げました。ボール。平行カウント。第5球投げました。高速シュート。空振り三振。バッターは9番石上。第9投げました。初球空振り。第2球投げた。打ちました。フラフラっと上がった打球はセカンドフライ。掴んで、これで3アウトになります。ランナー1塁に残塁です。2回が終了しまして0対0、両チーム無得点です。海洋、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは松井。第2球打ちました。ファール。投球は3球目。投げた。低め際どい。ボール。カウント1ボール2ストライク。次は4球目。投げた。打った。フラフラっと上がった。ショート落下点。マウンド後方をつかみました。これでワンアウト、ランナーはありません。初球決まってストライク。さあ、次の投球、ボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた。空振り。追い込んでいます。第4球を投げた。ボール。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました。スライダー、ボール。インハイへ。カウント3ボール2ストライクです。さあ、6球目投げました。スライダー、見逃し三振。バッターは2番ここの第9投げました。ボール。これはわずかに外れています。第2球投げました。打ちました。石上、取った。一塁送球アウト。スリーアウト、チェンジ。海洋、結局この回3人で攻撃が終わっています。3回の表が終わって0対0、両チーム無得点。代打はサイモン。第9投げました。高速シュート、ボール。第2球投げた。インロー見送ってストライク。第3球決まってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球を投げた。流し打ち、どうだ。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者前澤。投げた。初球から打ってった。フラフラっと上がった打球は掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。
バッターは3番吉井。今日2度目のバッターボックス。1球目ストライクから第2球投げた。高速シュート、見送ってストライク。第3球は危ない球。第4球を投げた。空振り三振。三振に切って取りました。池、上位打線を三者凡退に仕留めています。3回の裏が終わりまして0対0、両チーム無得点です。さあここは守備を変えてくるようです。バッターは代打近藤。第9投げました。打ちました。初球打ち抜けた。ボールは中継。近藤いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。右バッターボックスは徳島。今日の第一打席はスイングアウト。第2球投げました。打った、痛烈な当たり、破っていった。ボールは中継。徳島ナイスバッティングです。香川先制のピンチを迎えます。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。香川外野は浅めの守備を取ります。第2球投げました。あーっとショーフライになった。取りました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。1球目ストレート空振り。第2球投げました。またも空振り。これで追い込みました。第3球を投げました。ボール、カウントワンボールツーストライク。投球これから4球目。打ちました。ボールはライナーでライトへ。掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第1球投げた。初球カーブは空振り。投球これから2球目。見送ってストライク。第3球はストレート、空振り三振。辛島見事なピッチングです。辛島見事に流れを断ち切りました。香川このまま勢いをつけたいところ。ピンチヒッターは吉岡。第9球ボール、わずかに外れました。第2球投げた。内角へストライク。第3球を投げた。打った、バットが折れた。レフト前進。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番村中。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球打ちました。ピッチャーの頭上をフラフラっと上がっている。池、落下点に入った。マウンド前方を掴みました。これで2アウト、ランナーありません。代打は上林。第9背番号投げた。危ない球。第2球高速シュート決まってストライク。少し迷ったか。第3球を投げた。3球目ストライク、追い込んでいます。第4球は高速シュート、ボール、カウント2ボール2ストライクです。第5球投げました。打った、セカンド左へのゴロ。一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。池、この回ピシャッと3人で抑えています。4回の裏が終わりまして0対0、依然両チーム無得点です。さあここは守備を変えてくるようです。ライト丸木。第9投げました。来た、行った、一直線、入った入った、ホームラン、先制ホームラン。白球は無情にもレフトスタンドへ。初球を持っていかれました。素晴らしい一発が出ました。
バッターは代打徳田に代わりまして徳田背番号第9投げました。ストレートはボール。これはわずかに外れています。第2球投げました。スライダーボール。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました。見送ってストライク。さあ4球目外れた。ボール。大きく外れました。カウントは3ボール1ストライク。投げた。見送ってストライク。次は6球目投げた。打ちました。引っ掛けた。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。打順は1番に帰って土屋。第2球このボールも空振り。これで追い込みました。投球は3球目投げた。1つ外してボール。カウント1ボール2ストライク。次は4球目投げた。ボール。カウントは2ボール2ストライク。投げた。打ちました。スタンドに入りました。ファール。投球はこれから6球目打った。明石ボールを取る。一塁送球アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは2番九重。今日は三振とショートゴロ。第2球投げました。ボール。アウトコース低め。カウント1ボール1ストライク。投げました。3球目ストライク。1ボール2ストライク。追い込んでいます。投球これから4球目打ちました。センター方向に持っていきましたが取って、これで3アウトチェンジ。5回の表が終わって1対0海洋ここで先制です。さあここは守備を変えてくるようです。5回の裏1点を追いかけます。加賀攻撃に入ります。この回のトップバッターは松本。出塁されると打順が上位に回ってまいります。第2球投げました。外角低め。見送ってストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました。1球外した。ボール。わずかに外れました。カウントは1ボール2ストライクです。打ちました。青柳掴んだ。1塁へ送る。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。左バッターボックスは8番のみ。今日の第1打席はスイングアウト。初球見送ってストライク。さあ次の投球投げました。打ちました。センター前に出る。ここはしっかり掴みました。これで2アウト。ランナーありません。左バッターボックスは9番石上。スタンドからは大きな声援が上がっています。第2球投げた。ストレートはボール。カウントは2ボール。投球はこれから3球目。決まった。ストライク。次が4球目投げた。変化球ストライク。アウトローへ。さあ次の1球が最後となるか。次が5球目投げた。打った。センター前進してくる。ヒット。石上いいバッティングを見せました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。打順はトップに帰ってサイモン。第9投げた。初球はストライク。第2球投げた。打ちました。内野ゴロ。九重ボールを掴んだ。一塁送球アウト。試合終了。いけ。見事な完封勝利。加賀1点差に届かず敗れました。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた池。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は1対0加賀1点差で敗れました。勝利投手は池。敗戦投手は唐島。実況担当は堂前秀夫でヤフオクドームよりお伝えしました。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。